今日はようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。ハープは2種類ございまして、どちらも体験していただけます。こちらのハープはペダルハープといって、弦が47本、そして7本のペダルが下についています。クラシックのハープというとこちらのハープです。こちらのレバーハープは弦が34本です。アイリッシュハープと呼ばれることもあります。ペダルの代わりにレバーが。それではまず右手から弾いていきます。左手は下ろしてどこかに行ってください。はい、ここでもいいし、お願いします。はい、はい、じゃあ左手もやりますか。はい、はい、はい、こうです。はい、それで下向きになっていて、はい、行きましょうか。最初からとりあえず、はい、どうぞ、そうそう、はい、やってみる。